あ、ヨータさんでいらっしゃいます。あ、そうです。はい。すいません、三谷さんお仕事。あ、どうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の動画は、アップアップガールズ、カッコプロレスさんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。パブリックスタンド仙台国分町店さんにてトークライブを行います。9月23日18時開演です。伊沢田さんが案を出してくれるんですよ。はい、はい。それで、バーレスクの、はい、立ち上げた業者さんですよ、マッシュみたいな。はい。確かにそうそう。なんであんなもんがああいう風に突如として現れたのかみたいなのとか聞いたら面白そうかなと思ってるんですけど。あ、そうですか。それちょっとオファーしてみたっていう。あ、ありがとうございます。業者さんでも、起業家っていう感じなんですかね。いや、僕どっちかって言ったら、はい、まあ、まあ、もともと僕自体ショーも出てたし、はい、演出家とかプロデューサーですよね。で、なんか自分で、やっぱやりたいことが増えすぎて、まあ経営者になったって感じで、はあ、あんまり経営者向いてると思わないですけど。そうなんですね。はい、今何歳なんですか？今僕50歳です。50歳？はい。ショーを作ることとか、お店をどうやったら盛り上がるかっていうのが、はあ、やっぱり6割、7割ぐらい仕事ですよね。はあ、はい。セクシーな格好したお姉さんがダンスするっていうような、はいはい、今までなかったってことですかね、あれ六本木とかで。どっちかって言ったら、そのショーパブっていう文化は、うん、ニューハーブがブームだった頃とか分かります、うん、40年前とかが全盛期だって、うん、その頃っていうのは、まあ、ショーパブブームだったんですよね、うん、でその後ショーパブっていうのが下火になってきて、うんうん、でそこから、まあ、簡単に言ったらバールス東京が現れて、うんうん、でバールス東京が現れてから、まあ、女の子のショークラブっていうのが、まあ、増えた感じですね、どっちかって言ったら。そうか、じゃあそのショーパブのニューハーフではなく女性版っていうものを、うん、そうじゃあ流行らせたのがジョージさんってことですか？まあそうですよね、どっちかって言ったら。まあポールダンスとかもそういうのも流行ってきたっていうのも、うん、まああるとは思うんですけど。だっていろんなテレビ出てますね、バーレスクさん。そうですね、いろんなテレビお願いランキングとか、うんうん、まあ、それこそザ・ノンフィクションとか、うんうん、まあ、いろいろ出てますね。ありそうでなかったものを作ったって感じなんですかね、はい、まあそうですよね、はい。まあ今や女のお客さんも来るし、まあ、男のお客さんも来るし、うん、まあ、そういう人たちがワイワイガヤガヤ騒ぐような場所ですよね。あ、すごいですよ。それだって立ち上がってからすぐ流行ったっていう感じなんですか？いや、そんなこともないですよ。まあまあ、最初僕もそんなによく分から手探りな部分もあったし、まあまあ4回変えてるんですよ。ちょっとずつ大きくしていったみたいな感じで、それの3回目ぐらいからなんかドカンと入り出したような感じですよね。そうなんですね。はい。でも大体いつも今に至るまでひたすらインタビューしていくっていう感じなんですけど、はい、出身はどちらですか？出身がこれが僕大阪の生野区っていう、ちょっと知ってますか、生野区？あ、だから西成と並ぶぐらい。そうそう、やっぱり分かるでしょ。そうなんですよ。スラムですよね。どっちかって言ったら。そうか、でもスラムが当たり前の光景だから、別にその、生まれた時はその変わってるとか分かんないですか？分かんないです、分かんないです、本当に。分かりやすく言ったら、在日韓国人の方がめちゃくちゃ多いんですよね。で、その中で、よく言われてたのが、やっぱりそういう差別とかしたらダメだよっていう風に教えられるじゃないですか。うんうん、まあでも現実はどっちかって言ったら、日本人の子の方が韓国人の人にいじめられてたという。そう、腕っぷしが強いですね。腕っぷし、むちゃくちゃ強いですよ。はー、やっぱりその根性が半端じゃなかったから、うんうん、例えばその公園でサッカーしてるじゃないですか。うんうん、でサッカーしてたら公園の前に、在日韓国人の方の学校があるんですよ。うん、そこの学校にボールが飛んでいくんですよ。うん、みんな、あーっていう残念そうな顔になって、なんかもうすっごいもうドキドキしながら、そのボールを取りに行ったっていう、でボール取りに行っただけで、もうめちゃくちゃすごい目で見られたりとか。へー、するような場合によってはちょっと暴力振るわれちゃうかも。いやいや、もちろんもちろん、そんなことしょっちゅうです。だからなんかよく僕東京に来て六本木でやってんなって思うんですよね、振り返ったら。あんな街で生まれて。ああ、そうか、なるほど。お父さんとお母さん何の仕事してたんですか？お父さんは要はもうちっちゃい時に離婚したんで、その8回ぐらいしか会ったことがなくてですね。お父さんのイメージは僕、小学校入る前とかに何回か遊びに連れて行ってもらったことあるんですけど、お父さんはどっちかというと仕事してないような人で、
毎日パチンコとかしたりとかしてて。はぁ。で、お母さん自体は離婚した後に、まあ僕を育てるために、まあいろいろ仕事転々としてるんですけど、まあ内職したりとか、はい、まあだから大変でしたよ。お母さん内職の給料がすごく覚えてるんですけど、給料明細が6万5千円ぐらいで、家賃が3万8千円ぐらいだったと思うんですよね。じゃあ残りのあと3万円ぐらいで生活してたっていう。母、息子、お二人。そうです。はぁ、はい。そうか、それ足りたんですかね、その。いや、だから究極の貧乏でしたよ。だから街自体、スラムだから、見た目はみんな貧乏なんですよ。その貧乏の中でも、多分僕の家って、みんなの認知として、ああ、りょうたくんのところはすごく貧乏だなっていうイメージはあったと思います。ただ、コミュニティが今よりすごくあるんですよ。その時代っていうのは。なので、周りが助けてくれたから、その、なんかご飯食べれないとかっていうのはなかったです。あ、なんかくれたりとかするとさ。ちゃんとりょうたくんご飯食べたとか、常になんかあったら、そのコミュニティの中で、ちょっと晩ご飯食べていきみたいな。要は、昭和って、そういう文化だから。なるほど、ね。そこもご飯に困るっていうのはなかったんですけど、まあ、とにかく貧乏でしたね。え、中学とかになってきたらなんかスニーカーが欲しいとか、はい、そういう欲求が出てくるじゃないですか。はい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 、そういうのは どうしてたんですか。あ、そういうのはもちろん開けないから、はい、まあ、風呂屋の下駄箱 を風呂屋の下駄箱あるんですよ。こういう木でできてて、でちょっとこうギザギザなってるんですよ。そのギザギザの種類によって、1番はこの下駄札、2番はこの下駄札ってなってるのを、まあ、全部開くようにできるんですよ。全部それ開発したんですよ。それだけでもこうバーって開けて、まあ、盗んだりとか。まあ、よくないことなんですけどね。全部開ける鍵を開発したんです。開発したんです、全部。オールマイティーの鍵を。へえ。そんなことばっかり考えてたから。もうでも生命力ってことですね。生命力です。はい。生命力はすごいありますよ。はい、それは。それで高校とかは行くんですか、普通に。高校は、1ヶ月でやめました。はい。それは飲んでみちゃったんですか。いや、もうその高校行った時に、その要は僕六学区っていうところなんですよ、生野区にあって、で生野区の中でも一番下の方で、あの誰でも入れるんですよね、基本的には、でその六学区っていうのは、まあ、西成の子たちも集まってるし、生野区の子も集まってる。でその子たちが一挙に集まるんですよ。それこそあのクローズの一年戦争みたいな感じなんですよ。まず誰が一番強いかっていうのをもうほとんどの万格みたいなのが集まって、でそこでまず喧嘩やっちゃうんですよ。もう2日目で辞める子とかも3日目で辞める子とかもいてたりとかして、で僕自身はその1ヶ月の間に2回停学なってるんですよ。何でですか。いや、喧嘩です、普通に。おお、じゃあその生野区の方のちょっと代表格ではあったんですか。まあ、代表っていうか、チーム組んでたんで、その結構強い子たちで、はあ、西成行こうぜみたいな、西成全部行こうぜみたいな感じでやっちゃってで喧嘩で2回停学なって、でその後にまあ今考えたらいい先生なんですけど、学校辞めた方がいいよって言ってアドバイスもらって、まあ頑張れ仕事って言ってへなんかそれで辞めたみたいな感じで。あ、じゃあその自主退学を勧められるみたいな。そうです、勧められるみたいな。でなんかご飯もおごってくれて、はい。へえ。で何するんですか。でその後に、まあ、僕みたいに学歴もないみたいな子たちが、まあ、10人ぐらいいつも集まってるところがあるんですよ。喫茶店に集まってて、でみんなペンキ屋で働く、俺はドカタするとか、まあ、そういう仕事しかないんですよ。で僕はなんとなくなんか違うなって思ってたんですよ。で勉強するのもちょっと苦手だしって思ってた時に、夜の仕事にスカウトしてくれた人がいてて、僕がパチンコ屋の前で溜まってたら、お前何してんねんって言われて、いや別にとかって言ってたら、お前ここで働けやって、でそれが夜の仕事なんですよ。まあ普通のパブですけど、深夜までやってる。それが、あ、俺この仕事だって思ってたんですよね。要は目の前で人を楽しませたりとかして、でカラオケ歌って、当時少年隊とかトシちゃんの振り付け覚えたりとかして、カラオケでじゃあまあ、お客さんの前でやってたって感じですね。じゃ、それでさっき言ったショーパブみたいなところに入ったってこと。それはショーパブじゃないです。もう本当にただのパブです。接客して目の前のお客さん楽しませてっていうところに、ステージじゃないところでそのお客さんの目の前でカラオケ入れて踊るみたいな感じ。そう、じゃあ男性もいるスナックみたいな。そうです。は、はい、男性しか働いてないです。あ、男性しか働いてない。はい。は、
そこで、2年ぐらいですかね。人気とか出てくるんですか、それ。まあそうですね、人気、もうお店中がもうすっごい流行ってたんで、それで、はい、めちゃくちゃ流行ってましたね。まあ、東大阪の布施っていうところなんですけど、東京で言ったら六本木とか新宿じゃなくて、まあ、上野とかちょっとそのローカルなところで渋いとかですね。そうです、そうです。それが地元の近くだったん でそこでやってたんですよ。でなんか本格的にその要は東京でいう六本木とか新宿みたいなところに出たいなと思って、大阪の南っていうところに出ることになって、でそこは当時流行ってたそのマハラジャってあるんですよ。お、ディスコですか。ディスコです、ディスコです。そのマハラジャグループのショーパブ部門っていうのがあるんですよね。でそこのショーパブ部門のトッツイっていうところに1年間ぐらい行くことに。はい、それは1年やって、はい、そこからはどうですか。そこから当時日本一って言われるショークラブがあったんですよ、ショーパブがあったんですよ。A プロジェクトっていうグループがあったんですよ。うん、でそこのグループの、大阪ギャルソンっていうのができるんですよね。うん、でその時にそこで働くことになります。どん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 店の規模が大きくなってくるんですね。そうですね。そこはのお店は 1日お客さんが150人ぐらい入って、ショー2回やっててっていう。それってショーダンサーとしてなんかこう有名になりたいみたいな気持ちがあるんですか。はい、そうです。本当はジャニーズとかに入りたかったんですけど、どうやってなるのかわかんないから、自分の夢とか目標とかっていうのが日本一のショーダンサーになりたかったんですよ。うん、日本一のショーダンサーになりたかったっていうか、自分の目の前に似てる人が日本一って思ってたんで、うん、まあ、その人みたいになりたいって思ってて、でまあなれたわけじゃないですけど、その先っていうのがちょっと今度見つからなくなってしまって、で仲間と一緒に、まあ、お店をすることになるんですよね。あ、じゃあその大きい店の中でも、はいはい、このちょっとトップクラスの方にいるなっていうことを自覚し始めたってことですか。そうです、そうです、そうです。はい、何歳で独立みたいなことを決意するんですか。21歳ですね。若いですね。そうですね、今考えたら若いですよね。だから本当はもう一回大きいところに入って勉強するべきだったと思うんですよ。でなんとなくもう全部できてしまったって思ってしまったんで始めるんですけど、まあ、それはすごく苦労しました。あ、まず開業資金とかどれぐらい集めたんですか。開業資金っていうのは本当に全くお金なかったんですよ。でその早い時間女性のスナックやってる人に夜中貸してくれって言って夜中借りてたんですよ。でスナックなんで家賃もすごく安いんで、初期資金っていうのはほぼほぼ0円ですよね。その日の仕入れの分っていうのを毎日買ってたみたいな。ちなみに、はい、スナックが終わってからやるってことは、はい、何時から始まるんですか。1時です。1時スタート。1時スタートです。何時終わりですか。終わりは決まってないですね。お客さんが いたらやるみたいな。でその売り上げとかのノルマっていうよりもなんとなくやっていけるっていうのはもう15万ぐらいだったんで、5万じゃ帰れないみたいな感じでやってたんで。あ、1日の売上が15万ぐらい高くまでは粘るぞみたいな。はいはい、そうそうそう。でむちゃくちゃ暇だったら、まあ、それでも10万は絶対にやろうみたいな、上げるまでやろうみたいな、それでやっていけたんで。なるほど。はい、で苦労したっていうのは何かって言ったら、うん、志すごく高いところから始めたんですよね。うんうん、要はその自分たちでやってスナックなんだけど100坪とか大箱中箱のショークラブみたいなのをやろうねっていうところでスタートして、でそこになかなか行けなかったんですよ。ほんで自分の周りの23歳24歳ぐらいのオーナーさんがいてるんですけど、はそこそこ大きいホストクラブとかやってたんですよね。でそんな人たちから見た時に、自分たちがそこになかなかなれなかったなんかこうジレンマとかはすごいありましたね。悔しい思いとか。そう、じゃあ負けてるって劣等感があったんですね。めちゃくちゃありましたね。劣等感の塊だったと思います。へえ、はい、そっか、羽振りいい同世代がいるわけですもんね。そう普通みんなだから普通に外フェラーリとかの乗ったりとかしてたし、すっごいお金遣いも荒かったし、まあ、そういう風なの見ててなんか羨ましいなっていうのんばっかりでしたね、ずっと。それを兆し見えるタイミングはいつなんですか。あ、兆し見えるタイミングね、27歳ぐらいの時に、なんか俺ってこれぐらいかなって思った時があるんですよ。
でその時に東京に行く話が出たんですよ。俺らで東京に行こうぜみたいな。でその時に人生一度きりだから憧れの東京に絶対に出るべきだなと思って、でなんか150万とか200万ぐらいやっと稼げるようになって、でそれが東京に行ってうまくいく保証なんてないわけじゃないですか。でなんかそういう経験もそんなないし、今みたいにその宣伝する手段ってないじゃないですか。だから僕が東京行こうと思うんですって言った時に一番言われたのは、東京でね勝負すんのにね、みんなね10年かけて人脈作るんだよってよく言われました。それからお店するんだよみんな。相手まずは人脈作るためにどこかのお店で、まあせめて3、4年は修行するべきだっていうのは、それの声は一番言われたからすごい覚えてますね。そういうショーパブチックなお店の常識としてそういうのがあるんですね。はい、そう。29歳で2002年のワールドカップの時です。最初東京でどれぐらいの規模の感じですか？それは、なんとぐらい50坪ぐらいで、まあ、ちょっとその当時の自分からしたら大きいなっていうイメージでしたね。それどこに出すの？六本木です。最初から六本木なんですか？六本木ルズもないし、ミッドタウンもないですね。その時の六本木って芸能人たちの遊ぶ場所っていう感じではあるんですか？あります。今より良かったですよ。今のその若者って、その六本木に行かないんですよ。ほとんど。で、若者っていうかもう30代の人もあんまり行かないんですよね。で、昔、その当時は結構ベルファーレとかもあったかな。あとバニラっていう大きいクラブもあったりとかして、若い子も六本木に来てたし、あとその西麻布、麻布十番とかもなんか今より元気でした。はあ、良き時代の港区なんですね。あ、良き時代の本当港区ですよね。でかっこよかったですよね、六本木っていうのが。なんかステータスでしたね。銀座にも銀座みたいなステータスがあって、六本木には六本木のステータスがあって、で新宿はどっちかって言ったら柄悪いみたいな感じでしたね。六本木でそれスタートして、はい、結果はどうだったんですか、その1年目。あの最初から良かったですよ、すごく。受けたんですね。はい、受けました。それどうやって広告したんですか？いや、あのね、やっぱね、広告じゃなくてね、やっぱりね、その時から、やっぱ口コミですよね。はぁ。圧倒的に面白かったと思うんですよ。実際どういう面白さなんですか？みんなはそこで。お金持ち相手にしてるわけじゃないですか。深夜帯メインなんで、要はその、うちの店ってどういうお店かって言ったら、アフターの店でお酒をガンガン飲んで、わっしょいわっしょいするようなお店なんですよ。で、そういうお店の今までの、富裕層に対しての扱いっていうのは、もうとことん気使って、なんぼの世界なイメージでわかります、なんとなく。で、そういうお店が、多くて、少しイエーイぐらいだったんですよ。僕らもう少しぶっ飛んでたんで、逆に怒らせることばっかりなことが多かったりとかして、お客さんが連れてきた女の子の前で、わーって全裸になったりとかしてやってたんで、あ、そうだ、そういうお店なんですよ。これ説明してなかったですけど、要は男の子のショーパブなんですけど、かっこいい系じゃなくて、男の子全員が全裸になれるような、面白過激集団。はぁ、当時。はい、当時。だから、何でしたっけ、東京でサパークラブ。あ、そうです、そうです。あ、サパーはわかるんですね。あ、なんか、はい、なんか聞いたことあるんです。そうなんですよ。ホストクラブじゃなくて、サパーっていう男芸者ですよね。で、究極の男芸者なんですけど、で、サパーっていうのは僕らが出る前からあった文化なんですけど、僕たちが表現するサパーっていうのは、まあ、ただ単に、目の前のお客さんを男芸者として楽しませるだけじゃなくて、まあ、ショーの時間があったりとかして、まあ、ショーをする。ショー付きサパーみたいなの一番最初ですよね、僕たちが。なるほどね。すごいことやってましたよ、本当に。へぇー。え、例えば、一例挙げるとすると、まあ、まあ、例えばですよ、プライド持って裸になってたりとかしてたんで、アキラ 100% でした。あの人がやってるような、ああいうお盆使ってどうたらとかも、僕ら、あの人が出てくる、何十年も前ですか、10年も前からやってたし、DJ オズマみたいなことを、うちわでこういう風なやつとかも10年前からやってたし、で、もっと言ったら映像として来たお客さんを楽しませるためにやってたようなことで言ったら、まあ、某芸能人が
覚醒剤でやっちをして捕まるじゃないですか、うん、でその記者会見するじゃないですか、うん、あの湾岸署とかでよくやってるじゃないですか、うん、そこになんかあのカラオケのマイク持って行って報道っていう腕章を自分たちで作って報道ですとかってやって、うん、そのうわーってそのもう見たことあるようなテレビで見たことあるような報道の人たちとかすごいカメラがもう何十台ってある中に僕らしれーっと行って、報道です報道です今何々さんが 今出てきましたとかっていうのをやって、でそれをどうするかって言ったら、お店で流したりとかして、うわすごいなとかって面白いなお前らとか言って、それすごいいい店ですね確かに。まああとそれとか日本で一番世間を騒がした某宗教団体のところに、まあ、突撃行ったりとか、ユーチューバーですね元ね。で僕らの時はユーチューブがないからそれを 何に使ってたかっていうと、ただただお店で流すっていうだけで、店で流すためだけにやってたんですか。店で流すためだけにやってたっていう。おもろい。はい、だからそすごいですよね。だから本当になんか命かけてやってましたね。なんかそれこそやっぱあのお客さんの想像の上を行くなんか面白いものみたいな気持ちがあったんですか。それはあのなんでそんなことをやってるのかなっていうのは、なんかテレビでやっぱりそのあの絶対に見れないのを僕たちは提供するんだみたいなはをもう本当にやってました。まあでもそうですよね。そのルールに縛られてる人たちの世界では決して見れないものを、はいはい、見れないものっていうのを、そう、それをなんか使命だと勝手に勘違いしてなんかやってましたね。あ、まあ、ですね、それはちょっとお金持ちの人も失礼なこと言われてもちょっともう一回言ってみようかってなっちゃうかもしれない。そう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 。あと面白い法則があって、はい、基本的に全裸なんか目の前でやられたりとかしたらみんなドン引きするんですよ、うんうん、ドン引きするんだけど、で何らかの形でもう一回来るんですよ。でもう一回来た時にまだもう一回ドン引きするんですよ、うん、でもね何らかの形でね3回目来ることなんですよ、はい、3回来たら慣れちゃうんですよ。で面白いってならなくても慣れちゃってしまう。で慣れちゃうってどういうことかって言ったら、通常にあった世の中っていうのがつまらない世界になっちゃうんですよ。はあ。っていう僕はなんか法則をちょっと編み出しちゃったっていうか、へえ。なんかあんだけドン引きしてたのにどこかで求めてしまってるみたいな。そうか、しかもなんか話したくなっちゃいますもんね。そう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 。言ってみたいんだけど、言ってみたいんだけどとか言って言ってやばいよとか言って、やばいよとか言ってそれ全員ドン引きするんですよ。全員ドン引きするんだけど潜在的に何か求めてるみたいな。それを5回6回7回8回来た時に何か真剣にやってることがどこかで伝わってくるみたいな。お前ら真剣にやってるよなとか、お前ら全裸なってるのになんか褒めてもらえたりとか感動してもらえたりとかっていうのはありました。なるほど。まあ、ヘズマリュウも頑張ってましたもんね。そう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 。いや別にそれがいいか悪いか多いですね。そう、お客さんの前でおちんちん見せるってのはそれ効率的な OK らしい。いや多分アウトだと思うな。は僕らの時代っていうのは朝まで踊っていいとか、要は勇気をしてもいいっていう法律がなかったんですよ。で何年か前ですよね、本当に朝まで踊ってもいいっていう法律ができたの。は、僕らみたいにそこまで過激じゃなくてもですよ、そういう風なこととかも全部アウトじゃないですか。要はアウトにしちゃっちゃう。だからそこに関してはグレーゾーンっていうのができたと思うんですよね。スナックのカラオケみたいなのもあんま実はちょっとグレー、はい、じゃグレーだったんですか。グレーです。はい。だお客さんが歌っててタンバリン叩いたらダメなんですよ。厳密に言ったらですよ。でもそんなことで全部捕まえてしまったらもう大変なことになるじゃないですか世の中。はあ、そうなんですか。はい。3ヶ月目ぐらいにはもうお店満杯になるぐらいになるんですか。いやもうな並んでましたお客さん。へえ。ずっと。どう大きくしてくるんですか。あ、その後に幼馴染と別れて全国展開するんですよね。全国展開って言っても、あの主要都市だけですけど、一番多い時で8店舗ぐらい踊れて、全裸になれる男の子が200人ぐらい。へえ。ヒデさんって恐ろしくないですか。いやすごいっすね。すごい集団ですよ本当に。勢いめっちゃ目立っちゃうと、その、はい、目つけられたりとかしないんですか。その、あ、最後の方に Facebook が始まってちゃったんですよ。要は SNS 時代に到来するんですよね、うん、でその時に僕らとしては日常的にやってたような
あの、さっき述べたような行為あるじゃないですか。はい、その中で、お騒がせ投稿って流行ったの知ってません。迷惑系の写真ってことですか？迷惑系、迷惑系。はい。はい、で、あるところの飲食店のカウンターに、男の子全裸になって、まあ、全裸って背中ですよ。はい、まあまあ、だから半月が見えてるみたいな、全裸に並んで写真撮ったやつがあるんですよ。僕のグループの子が、まあなんか僕のイズムをついでやっちゃって、で、やっちゃったっていうか了承を得てやって、で、それを T シャツにしたのかカレンダーにしたのかなんかしたんですよ。それが表にドカーンって出ちゃって、それがもうそのすごくもう衝撃的なインパクトで、っていうので炎上みたいになりました。あ、そうなんですか。こんな不謹慎になってるという意見ですか。そうです、そうです、そうです。お店自体にダメージあるんですか。お店自体ダメージあるっていうよりも、僕自身がすごくそのダメージ受けましたよね。そういうこと自体がもう時代じゃないなって思って。はい。そっか、そういうちょっと下品で笑うスパスみたいなのが、はいはい、厳しい時代になってくるんだなっていう。そう。何が悪いんだって思うよりも、なんか本当にそう思いましたね。なんか、ああ、もう時代なんだって、そらそうだよな、みたいな。はあ。そうです。それそこから方向転換を考え出すんですか？そうですね。その少し前から方向転換は考えてたんですけど、自分が、そうですね、40なる前ですよね。で、自分の部下とかも結構自分の、一つ下、二つ下ぐらいの子がいてて、その子たちも40歳迎える時に、朝まで営業して、お酒みんなたくさん飲んで、全裸になってるような、あのイメージが全くつかなかったんですよ、うん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 、何歳なの42、43でそれイメージ全くつかなくて、うんうん、で俺ってもともと何になりたかったんだろうなっていうところまで考えた時にキャーキャー言われるようなショークラブをやりたいんだって思ってたっていうところに戻って、うんうん、で始めるのが、まあ、バーレスクですよね。それが、じゃあそれがだから男性から女性に変わるってことだから。そうです、そうです、そうです。はー、単純に僕がなんかイメージしたときに女性の方が一般受けしやすいかなと思って、もっとそのなんか富裕層とかそういうところじゃなくて、ショーを見て5000円で楽しませるお店って思ったときに、僕はなんか、まあ今でこそ女性の方ってすごく強くなって、なんかもっと面白いとこ行きたい、もっとこんな店ないのかみたいな女の子が多いから、うちのお店とかでも女性の人いっぱいいてるんですけど、基本的には歓楽街のそのご飯食べた後にじゃあどっか行こうかっていう風なのは男性相手のお店が多いじゃんと思いません？やっぱり、うんうんうん、でなってきたら、まあ、女性使うっていうのがまあイメージです。なるほどね。女性はどうですか？どうやってやってますか？オーディションとかするんですか？いや、一番最初はもちろんその今のバーレス東京じゃないから、その僕がこんなお店作るんだ、あんなお店作るんだって言っても、その説得力ないじゃないですか、うんうん、だからな、女の子なんかなかなか集まんないんですよ、うん、本当友達に紹介して紹介して紹介してみたいなところとか、スカウトとかみたいな感じで、もう僕がもうかき集めたみたいな感じですね。僕っていうか僕と、あの、うん、まあ、経営陣で。へー、はい。何人ぐらいでスタートしたんですか？ 6、7人ぐらいですかね。はスタートしたの。それはバーレスクは、はい、もうすぐ当たるんですか？バーレスクは当たってはないんですけど、あの、できるっていう、もう、なんかイメージがすごくついて、で、早くやりたかったですね。もうすごいのできるなっていうのが、うん、もうイメージついて、で、そこに、あの、働きに来た、すごい女の子が2人いてるんですよ。こんなチープな店にいてたら、もう逃げていくと思ったんですよ。いい店作らないと。んで、すぐにお店探して、そんなに大きくないんですけど、まあ僕は100坪ぐらいで探してたんですけど、その半分ぐらいのお店で、まあちゃんと、一応ちゃんとしたお店作って、で、その子たちがもうそこで大活躍するような感じです。もうスーパースターになると思いましたね。はあ、そうそう、スター性があったんですか、その2人。そうです、はい。へえ。今、うちの女の子、月に、100人ぐらいオーディション来るんですよ。で、僕、バーレスク十何年やってるんで、まあ、5000人ぐらい見てるんですよ。で、200人ぐらいの集団なんですよ、バーレス東京って。うんうんうん、でも、いまだにその最初に現れた、この2人だけは、誰も抜けてないぐらい、へえ、まあ。そこはもう僕、運ですよね。はあ。もう、運としか言いようがないです。そうか、じゃあいきなりそんなスーパースターに出会えたってことですよね。いきなりそうなんですよ。はあ。なんともないお店ですよ。そうか、でもそれテレビバンバン特集されるような瞬く間にヒットするわけですもんね。そうですね。はあ、はい。だから
今までやってたその全国8店舗やってたショーパブは あるじゃないですか、はい、その規模をどれぐらいで超えれたんですか。3年ぐらいですかね。はあ、今度はお金持ち相手というのは割と一般的な人が来やすいような値段 でやれてるってことですね。そうですそうです。あの本当にスタートは、5000円どころか3500円ツードリンクでショー見れて帰れるっていう、はい、で絶対にお客さん来るっていうのは、まあ、信じてたんですよ。絶対面白いことやってるなっていう自信があったんで、うんうん、まあまあもちろん案の定、まあね、値段もさらに安くしてるんで、うんうん、まあチップも買ってほしかったんで、うん、まあ3500円にしてもほとんどの人が、まあ、さらにチップとか買ってくれるんで、まあ、5000円ぐらいはみんな使ってくれたっていう。ああそうそう、チップみたいなのもその斬新な方向だったんですっけ。チップは斬新な方ことっていうよりも、もともとあったショーパブあるじゃないですか、はいはい。おひねりを渡す文化っていうのは昔からあったんですよね。うん、でもそのショークラブで、じゃあ、どれぐらいの人が渡してるかって言ったら、本当にその50人お客さんいてても、4、5人が渡してて、うん、で、1000円とかぐらいしか渡さないんですよ。うんうん、で、1000円札を、要はショーダンサー全員に渡したら重いじゃないですか。うんうん、要は1万円とかかかっちゃうでしょ。うんうん、だから、1ドル札、要は当時100円ぐらいの価値なんですよね。うんうんうん、1ドルを100枚渡しても1万円で済むんですよ。うんうん、50枚渡したら5000円で済むんですよ。で、それの楽しさを、その20代の頃からラスベガスとか、ロスとかたくさん行ってきて、うん、もうとにかく外国のストリップ文化っていうところが大好き でそこでもうみんながもうチップばらまいてる姿見ててこれは楽しいなって思って、まあ、それをなんとかバルス東京でもやりたいなと思ってバルス東京独自の要はチップを1枚100円で買うことができるっていう。はあ、それでもじゃあ1000円でも10枚投げれるってこと、ね、そうですそうです、はい、それは、まあ、日本では、まあ、バルス東京が一番最初かなっていうのはすごく思いますね。で、なんか今でこそその投げ銭のシステムがあったりとかしてお金で誰かを応援するっていうのが結構その当たり前になったんですけど、うんうんうん、そのバーレスクがチップやった時っていうのはクラウドファンディングもなかったし課金式の配信生配信もなかったんですよ、うんうん、でその時って日本ってどういうなかって言ったらやっぱりそのチップを渡すっていうのがなんか恥ずかしいとかちょっとハードルが高かったんですよね、うんうん、例えばスターバックスってすごく僕親切だと思うんですよ。本当に僕なんかちょっと100円とか200円ぐらいだったら渡したいなと思うんですけどなんか渡したことないし恥ずかしくて、それがみんなに楽しんでもらうようにしたのが、まあ、バールス東京だと思うんですよね。そうだって今もうタレント事務所みたいなものになってるんですか。そうです、タレント事務所みたいになってますね。その女の子たちは、はいはい、ちょっと仕事もされてますもん。ほぼほぼ毎日ぐらい何かしてますね。だから常設の劇場があって、はいはい、それで外でも活躍できるよってことなんですか。そうですよね。だから僕らみたいな人たちでもテレビとかネットに出れるような場所が増えたっていうのはめちゃくちゃラッキーですよね。こんなことだからやっぱり10年前とか15年前っていうのはやっぱり考えれなかったと思うんです、うんうん、だから僕らみたいな枠みたいなのがいっぱい増えたと思うんですよ、うんうん、あ、ちなみにその大ブレイクしたなっていうのは何がきっかけとかあるんですか。大ブレイクしたなっていうきっかけは一番はスターセナーの女の子たちがこのままだったら逃げると思って作ったお店あるじゃないですか、うん、で僕の中でまあちゃんとしたお店作ったんですけど何か足らないと思ったんですよ。で何が足らないかって言ったらもっとお金かけないといけないなっていうことにここで気づくんですよ、うん、で衣装とかって今でこそ一着15万ぐらいするんですよ、うん、で10人出たら150万でしょ。で音編集とか映像作ったりとかしたら一曲のショーを変えるのに200万ぐらいかかるんですよ、うん、スタートした時っていうのはそれがそのビジネスとしてうまいこといくかいかないかわかんないんですけど要はお金を取りに行くっていうよりも何か信用とかすごいもの作ってるなっていうことに対しての評価を取りに行きたかったんですよね、うん、要は衣装にお金をかけることによって少しはお客さんに響くで対費用効果みたいな言い方で言ったらそこまでお客さんに響かなくても現実そこで働くダンサーの子たちにはすごく響くんですよね、うん、要は15万の衣装使わなくても楽天で8000円とか1万円で売って
ってるんですよ、うん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 、そこそこ可愛いやつが、うんうん、でもそうじゃないその15万の衣装ってそれだけのやっぱり価値があるんで、そこは直接的に売り上げに響かなくても女の子に響いたりとかしていくっていうのとか、まあ、あとは非日常を作るためにお店の内装とかに1億5000万とかかけたりとかするようにしようっていう、でここまでやったら お客さんにも響いて女の子にも響いてテレビとかネットとかでたくさん取り上げられるだろうっていうのは戦略にありましたね。はあ、どうやって資金調達したんですか。それは僕お金持ってました。あ、もうそうか、それまでに貯めてた、はい、プールしてたお金があったんで、はい、そうか、これはもう全ベッドだみたいな感じでそうですそうですそうです、本当全ベッドです。何か物足りないなみたいなところの中で、はい、じゃあそっか、その内装だけで1億5000万だから、わからない、2億とか3億ぐらい突っ込んだってことですか。はい、そうですね、だから当時、店舗で LED ビジョンっていうのを入れてる人っていなかったんですよ。うん、で、なんでいなかったかっていうと、単純にすっごい高かったんですよ。うん、少し安くなった時に、僕はずっと狙ってたんで、LED ビジョン入れたりとかしたとかも、めちゃくちゃ斬新で、本当にみんなが LED ビジョンを見ただけで、やっぱいいねーって、全然ショーが違うねーって、すごい言われたし、っていうのが覚えてます。はー。で、さらにもう一個、今のバーレスクに行き着くんですけど、ムービングライトを110発ぐらい入れたりとか、まあ110発って異常です、本当に、うん。ちょっと異常なんですよ。3億5000万とか。へー。かかってますよね。惜しまなかったです、その、設備投資を。まあ、そうですよね。やっぱりその、エンターテイメントってやっぱり僕お金かけないとダメだと思うし、それをなんかみんなでシェアするから5000円程度で楽しめるんだよっていうのがエンターテイメントだと思ってる。普通の飲食店との違いですよね。普通の飲食店ってやっぱり1万円かかったものに関してはやっぱり3万4万取らないといけなくなる。でも僕たちっていうのは何億円かけたりとか、一つの一曲のショーで、200万かかってる、300万かかってるって言っても、それをみんなでシェアするし、一日だけで終わんないんで、莫大なお金かけるべきだと僕は思ってる。すげえ。ちなみにそれで、年商とかって言えたりするんですか、その マックスみたいな。年商今、バーレスクは、そのよくその、まあ、テレビでお金のこと聞かれるからあれなんですけど、月1億あるってよく言われてるんですよ。あ、売上が、はい、でそれはコロナ前の話で、実際には今もっとあるんです。もっとありますまでしか言えないんですけど。へえ。その時はもう本当に3週間前までお客さんが予約でいっぱいだったんですよ。入れないぐらいで、今そこまで戻ってきてない。そこまでですけど、全然戻ってきてない。8割ぐらいしかお客さん入ってないんで。でもそれで、コロナ前より売り上げがあるっていうのは、まあなんかすごいですよね。どうやってたんですか。まずでもコロナ直撃のあの2020年の2月、はい、3月みたいな、はい、4月みたいなのは激下がりですよね。あ、それは0円、0円です。0円です。そうそうです、はい、そこは どうやったんですか。そこから世間の人たちと同じように2ヶ月間ぐらいでしたかね、自宅にずっといてて、うんうん、でそれを配信でずっと やってました、自分のところで、1週間ぐらいで、EC サイトを作って、うん、で、配信で売り上げ作りましたね。まあ、それはコンテンツがすごく良かったっていうよりももう応援ですよね。でもそこに関しては、それはもう本当感謝ですよね。この前来てくださったファンの人たちが、そう、応援してくれる気持ちと、まあ、みんな家にいてて暗い中でありがとうみたいな言ってくれる人とかもいたんで、うんうん、なんか、はい、じゃそれはまあその最初それでちょっとしのいだところあって。そうですね、それ最初それでしのいでお店開けることになるんですけど、うん、いよいよ、まあ、まあ世間の反対とかも押し切って、まあ、やったっていう、その年の3、4ヶ月後ぐらいからもう開けてました。7月、8月ぐらい、はい、あ、そうなんですか、はい、早いですね。早いです。全然そこは全然お客さん入らなかったですけどね。はい、そうか。そこから どういう工夫でどうしたんですか。そこ、いや、それはもうアクセルとブレーキをもうなんか考えながらずっと、もう、あ、そこ、世間の空気と、はい、世間の空気と批判されないようにブレーキかけるみたいな。はー。なんかあと働く女の子とかも怖がったりする子とかもいてるんで、うんうん、まあ、そことかのケアとかも考えながら、まあ、ずっとやっていった感じですよね。はい、
そっか、でそれがそのさっき言った今コロナ前より売り上げが上がったっていう状況になるのは、はい、いつぐらいからですか。まあ、今多分1年前じゃないですか。お客さんは8割だけど、はい、売り上げが高いっていうのはどういう状況なんですか。いや、やっぱね、僕思うんですけどね、僕が見てる世界に関しては、まあ、収入が上がったっていう話はあまり聞かないけど、なんかマインドが変わったっていうのが一番大きいと思うんですよ。だから今まで1万円使ってた人っていうのが2万円になったり3万円になったりっていう、のはよく見ますね。そうか、じゃあそういう夜の世界で遊ぶ人たちっていうのは客単価が上がってるんですか。客単価上がってると思います。へー、はい、そうなんだ。もちろんもうマスク外していいですよとかっていう風なことになったじゃないですか、うんうんうん、そこからさらにぐわーって加速して、まあ普通に一般の人とかもすごい増えてきて、まあまあ楽しんでくれる人もすごくいっぱい増えましたけどね。はあ、すごい。地獄のコロナをアクセルとブレーキで乗り切って。アクセルとブレーキ、本当そうですよ、アクセルとブレーキで。へぇ。クラスターってちょっと流行ったじゃないですか、うんうんうん。で、今とかちょっと信じれないんですけど、もうクラスターっていうのをテレビとかで報道されたら、終わってしまうイメージってなかったですか、なんか。そうですね、なんかもう。で、僕もそこが怖かったんですよ、正直。で、それで、まあ結果から言ったら、それが、要は炎上しちゃって、うん、その月、7000万ぐらい損しました。へー。で、ある影響力のある方が、僕が、そのコロナを、まあ、隠してるみたいな感じで、ちょっと、やられたんですよね。はー。で、実際には僕隠してのはないんですよ。うん、ただ僕が悪かったのは、自分の都合のいいように、まあ、したというか、本来もっと誠実にやるべきだったっていうのはあるんですよ。厳密に言うと嘘はついてなかったりとかもするんですけど、うんうんうん、なんか例えばコロナの時に養霊金も流行ったんですよ、一緒に、うん、で、じゃあ養霊金のことに関しては前に出したんですよ、うんうん、で、やっぱりそこって何かって言ったらコロナのことはちょっと隠したかったんですよね、うんうん、どっちかって言ったら、うん、でもそれは僕厚生労働省でしたかね、なんかあるじゃないですか、コロナのこと聞くところに問い合わせしたんですよ。女の子とコロナになったら、それってやっぱり言わないとダメなんですかって言ったら、いや、それはもう自由にしてください。それを言って、風評被害を受けてるお店もあるんで、それは必ずしも、言わなくてもいいですっていうふうなことを聞いたから、まあ、隠した部分とか、言い訳したい部分っていっぱいあるんですけど、でも、誠実ではなかったですよね。当時の状況を考えた時に、やっぱりそれは良くなかったなと思うんですけど、なんか、まあ、すごかった。影響力のある人に、ちょっと言われてしまって。なるほどね。はい、ネット系の影響力のある人とかね。もうツイッターで影響力のある人が、あーわーんってそれ言って。あ、はい。でもそっか、そんなのも乗り越えて、はい、今はじゃあちょっと、一応ちょっと、明るい方向に行ったわけですよね。めちゃくちゃ明るい方向です。今後どうしていきたいんですか、ちなみに。今後なんですけど、お客さんが、なんかこの時代を生きてきて、バーレスクがあってよかったなって、感謝してもらえるようなこととして、まあ考えてるのが、まあ10億円でお店作りたいっていうのがあるんですよ。で、まあ、過去を、10億円以上のお店で作った人っていてると思うんですよ。ただ、当時よりも舞台装置とか舞台照明のレベルが全然違うんで、うん、おそらくもう戦後最大級のびっくりするようなお店って作れると思うんですよ。で、僕の業界に入り込んで、何かそこまでの志を目指すやつってなかなか現れないんで、僕はそれが完成したら、100年経っても多分、資料として、僕のお店っていうのは、こんなすごいお店があったっていうのは、残るようなお店になると思うんですよね。それだけはちょっと、やりきりたいなっていうのは、すごく思ってますね。ちょっとテーマパークみたいになるってことか分かんないけど。そうです、そうです。本当にテーマパークみたいな感じですよね。そこで一旦、ちょっとなんか終わりにしたいなって。へぇ。思ってます。なるほど。じゃ最終章入ってます。最終章です。まさに最終章です。はい、へぇ。すごい。それ、何年以内にとかなんかイメージあるんですか。いや、僕の仕事って、やっぱり箱がなかったらできないビジネス。なんですよね。で、その箱っていうのもビルオーナーさんってやっぱりその区切って貸した方がリスクがないじゃないですか、うんうん、だからなかなかそういう箱ってなくて、何年後っていうのはちょっと言えないんですけど、
ただもう準備してます。準備っていうかもうね、でき完成してるんで頭の中で。そうか、じゃあ場所が空き次第動きたいって感じですか。そうですそうです、動きたいです。だ本当に女の子100人200人がもうステージでわっしょいわっしょいしてるようなもう異空間ですよね。へえ。もうだからそれはいくらあのディズニーランドとか USJ が何千億かけてどんな規模でやろうが、やっぱここにしかない、僕にしかできない、やっぱ夜のエンターテインメントっていうのはまあその作りたいですよね。へえ、うん、そうか。それはやっぱり六本木でやりたいのか。いや、それは、うん、まあ、新宿か、六本木ですよね。あ、まあ、どっちかって言ったら新宿の方がいいですよね。あ、そうですか。はい。もう、次やる夜のエンターテインメントに関しては、まあ、100% 自信があるんですけど、まあ、なんか、売り上げが上がるとか、お客さんがたくさん入るから成功っていう、ちょっともう定義じゃないところでやるので、本当にもう作り切ることっていうのが、まあ、もう定義、成功の定義なんで、僕の中で。だから、その、意外と、あ、15億かかったなって言ったら、もう15億でも、まあ、いっか、みたいな感じで、いいもの作ることが、まあ、一番なんで。すごい。いや、それちょっと楽しみですね。出来上がるの。大阪で全裸になった頃を考えると、信じられない。どこまで来ましたね。本当そうなんですよ。だから、そこ、次のところに行かなくても、もう本当に今で、もう感謝しかないんで。自分の夢はもう本当にないです。まあこれが30代だったらね、可能性すごいから、まあね、次の夢とか見るんですけど、なんかもうそうじゃなくて、次の夢追っちゃったら、その、またね、10年かかっちゃうじゃないですか。うん、10ってなってきた時に自分年齢何歳だよって思ったら、やっぱりなんかそうじゃなくて、次のことだけはちゃんとやりきって、なんか、そこで、またみんな、それを夢だと思ってくれる人が必ずいてるので。へぇー、すげー。はい。こちらこそありがとうございました。ちょっと10億円、はい、できたら教えてください。あ、できたら教えるんで、はい、ぜひ、招待するんで、遊びに来てください。お願いします。はい。今日はありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。ガイロックチャンネル出演者大募集。概要欄に掲載されている G メールまでご応募お待ちしております。パブリックスタンド仙台国分町店さんでトークライブを行います。9月23日18時開演です。終演後ファンコミュニティ限定の打ち上げも行いますので、よかったら入ってください。よろしくお願いします。